皆様ごきげんよう。毎日サプリメントのもえぺろです。本日はなんとなんと前一回初めてのホスト体験っていう動画を出したと思うんですけど、なんと私この度人生2回目のホストクラブに行ってきました。いやー本当にね、皆さんが考えてること分かってますよ。もえぺろホストにハマったんじゃないのって言って思ってるかもしれませんが、話は最後まで聞いてください。ということで、本日は私2度目のホスト体験についてお話ししようと思います。ということで、なんでホストに行ったのかというと、とある友人、まあ、A さんと一緒に鳥貴族でご飯を食べておりまして、で2軒目どうするってなった時に、なんか面白いとこ行きたいねみたいな、安くて面白いとこ行きたいねって言ってたら、とて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 っとキャッチの人が来て、初回どうですかって言われて、うわ出ましたホスト。まあでも2000円以内だったら行っていいかなっていう、私の乞食判断により2000円以上だったら行きませんとバッサリ言ったところ、じゃあ絶対2000円で抑えるんでちょっと待ってくださいって言われて、こうやって見てね、ホスト、この店どうでしょうかって言われて、そこの店に行ってきました。で2000円でね90分いることができまして、場内指名が2人まで無料で、最後に送り指名を選ぶみたいなシステムでした。場内指名っていうのは、こうやって一緒に話してて、あこの人楽しいな、もっといてほしいなっていう時に、あの場内指名でって言ったら、もう一回その人が戻ってきてくれるみたいなシステムでございます。で送り指名っていうのは、帰る時についてきてくれるホストが送り指名なのかな。すいません、私も2回目なんで何も分かんないんですけど、行ってきました。そしてもえぺろ場内指名したのと思ったそこのあなた、ドーン、実は場内指名をしてきました。いや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 、はやいやはやいや、それはいはいっていうことなんですけれども、まあ、なんでその人を指名したのかっていうと、東海オンエアの徹夜に似てたからです。私はね、こうやって飲んでるうち、なんか誰かに似てるなと思ってたんですけど、あー東海オンエアの徹夜に似てる、そう思ったんですね。で私東海オンエアが大好きで、東海オンエアの徹夜が大好きなんですよ。東海オンエアの T シャツとかも持ってて、グッズとかも持ってて、結構ね6年ぐらい前かなから見始めてて、いやもっと前か、7年ぐらい前から見てて、だから結構最初の方から見てて、東海オンエアは。で徹夜が大好きなんですね。で徹夜に似てると思ったから、なんと場内指名いたしました。皆さん本当にすいません、ジメーター、こういう風に浮かれた行動をね取ってしまって申し訳ないんですけれども、場内指名をしてまいりました。基本的にね、その前の動画を見てくださった方は分かると思うんですけど、ホストクラブの初回ってもうすぐ男の子たちが入れ替わり立ち替わりやってきて、もうね大量に名刺、こんぐらいの束のね大量に名刺をいただいたんですけども、もう帰る時にはね誰が誰かわからない状態、どの人がどの人だっけみたいな状態で、もう新人の18歳の人とかもいて、おお18歳でもホストクラブ働いていいんだなみたいな、ホステスはね多分ダメな気がするんですけど、ホストはいいんだなとか思いつつ、もうホストに行った感想なんですけれども、勉強になる、もうその一言につきます。私は同業っていうかホステスなので、やっぱ営業をしなきゃいけないじゃないですか。でそういうのとかもなんか学べますね。あこういう風に LINE を返すんだとか、こういう風にお客さんの心をつかむわけねっていうのをすごい勉強させていただきました。やっぱねすごいホストさんとかは、飲み終わってすぐに、ありがとうさっきは楽しかったよ、何々の話をした誰々ですって送ってきて、で寝る前にもちゃんと無事に帰れたかなとか、次の日にはおはよう今日寒いねとか、そういうのがしっかりしてて、あなるほどこういうことをやっていかなきゃいけないんだなって、とっても勉強になりました。でもえぺろホスト狂いって思われた方、大丈夫です、安心してください。もえぺろはですね、お金を使うのがね大嫌いなドケチ女なので、ホストにはまることありませんのでご安心ください。であくまでも勉強として見させていただきました。とっても勉強になりました。申し訳ございません、ジメーターつない、ありがとうございました。ということで、皆さんもホストに行ったことありますか？男の方はね、キャバクラに行ったことありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。ということで、もえぺろのホストで初場内指名をしたよっていうお話でした。皆さんもぜひホストに行ってみてください。それでは皆様、ごきげんよう。
隠れきれんな、画角広くしたら。